国のおよそ半分の国土が連日スモッグに覆われ、104の都市が深刻な大気汚染に見舞われています。南部の一部の地域では9日になってもまだ状況が改善されていません。9日午前6時、中央気象台は冷たい空気の影響で中部、東部地域の大気汚染は徐々に改善に向かうものの、南部の一部地区では依然として軽度のスモッグ、局部地区で中度のスモッグ電気が続くと発表しました。長雨、但是刚才看了一下手机天气状况报告，今天早上仍然是350几PM2.5。现在环保基本靠下雨嘛，但是看看下过雨好像用处也不大，下面不是靠什么了。江蘇省南京市では連日深刻なスモッグに覆われ、市内では赤信号無視の罰則を免除しました。南京空港の滑走路も再び閉鎖され、1万人近くの乗客に影響が出ました。このほか、上海、鄭州などでも、フライトの遅延や取り消しが余儀なくされました。また、山東省、河北省などでも、複数の高速道路が通行止めとなりました。昨天、能见度连50米也达不到吧。特别厉害。今天早上起来就多了。出去戴口罩、一趟回来那口罩里头都是黑的。感觉吧、特别压抑的话、心情也不好。中国大陸を覆っているスモッグは改善に向かっているものの、主高デルタでもスモッグが現れ、拡大を見せる可能性があります。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制组织的，政府以危险组织，大于加法。